はい。今回の動画からは、Excel の実践講座で、住所録を作成していく流れの中で、覚えておくと便利な機能というのを何回かの動画に分けてご紹介していきます。それでは1回目の今回は、住所録の中で生年月日を入力をしたら、その人の年齢を自動的に出るようにしてみたいと思います。 それではまず年齢のところに数値が入ったら数値だけで表示するんではなくてその後ろに歳という漢字を自動的に表示するようにしたいのでこの年齢の範囲をマウスのドラッグとかで選択をしてもらってホームタブのこの数値のところのこの右下のマークのところですねマウスのポインターを持っていくと表示形式というふうに出ますんでこちらをクリックしますそうするとこのセルの書式設定のウィンドウが開きますんでこの表示形式というタブが選ばれているのを確認してユーザー定義というところをクリックしてください で、次にこの種類の G 標準というところですね、これは消してしまって、えー、半角で0、数値の0を入力をして、半角でダブルコーテーションマークを入れて、今回はサイという風に表示したいので、この漢字のサイを入れます。で、もう一回半角に戻してダブルコーテーションマークで閉じます。これで、数値の方が入ったら自動的にその後ろにサイという漢字が入るようになりますんで、OK ボタンで確定をします。 これで前準備の方は完了しましたので、ではここからは実際に関数を使って、この生年月日が入力をされたら、年齢の数値が表示されるようにします。で、年齢の計算は、デート Diff 関数というのを使うんですけども、このデート Diff 関数というのはもともと Excel の関数ではなかったので、残念ながら、この関数の挿入ボタンから関数を入力をすることができませんので、手入力でやっていきます。それでは、じゃあ一番上のこのセルを選択した状態で、イコール、デート、Diff という形で入力をします。 で、カッコを入れて、まずはスタートですね。今回で言うと青年月日のところがスタートの日付になりますんで、こちらのセルですね。今これで言うと C の3のセルを選択をします。次にカンマを入れて、で、今回は年齢を計算したいので、今日の日付ですね。なんで今日の日付はトゥデイ関数を使えばいいので、トゥデイ、で、カッコ、カッコ閉じるですね。で、もう一度カンマを入れます。 次にダブルコーテンションマークを入れてもらって、今回は年齢を計算したいので、イヤーの Y を入れてください。で、ダブルコーテンションマークを入れて、格好で閉じて関数の方が終了なので、これで Enter キーで確定をします。はい、そうするとこれ今見てもらってわかるように20歳という形で年齢が入りました。で、あと下はこれをコピーしてしまえば OK ですね。 はい。といったことで今回ご紹介したデートディフ関数ですけども、関数の挿入のところから入力はできないんですけども、それほど複雑な関数ではないので、ぜひこの年齢を自動的に表示したい時に使ってもらえると便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。